インサイド対左行くボールと、当然田村さん外側に逃げていく軌道のボールもありますよね。そうですよね、もう横の揺さぶりっていうものをね、こう使えていくとは思いますしね、はい。そしてウレーニャ、おっとっと大丈夫ですか今。ああちょっと今足を気にしてますが、岡田、ああ今がちょっとここが右足を押さえているという状況です。いい形で先頭バッター取ったんですが、踏み出した足ですよね。ちょっとその後体勢を崩しました。前の足だったんですが、うまくその踏み出したとこですね、ここがちょっと治療いたしますので、ここにしばらくお待ちください。滑ってしまった感じに最後、まあどうしてもいろんなピッチャーが投げてますんで、あの辺がですね、惚れているという状況はあるんでしょうが、ちょっとね、スネをもう押さえてましたかね、そうですね、骨とか